榴弾砲、榴弾砲、榴弾砲、榴弾砲は、火砲、大砲の一種。基本の定義は、同口径のカノン砲、カノン砲、カノン、カノンに比べて、方向直径、口径に対する、方身長、後径長が短く、低所速、短射程であるが軽量で、コンパクト、工業格の射撃を使用する、定義。しかしながら、概ね冷戦後の現代は、 火砲の進化、榴弾砲の長砲進化による砲種の統廃合、榴弾砲の統一により、榴弾砲とカノン砲の区別はなくなっている、歴史。旧日本陸軍による呼び名は、榴弾砲である。カノン砲は16世紀から17世紀の間は、砲弾、弾丸重量42ポンド以上の大口径の、格好砲の故障として用いられていた。その後、 榴弾が発明され三十年戦争を機に、野戦においても火砲が多用されるようになると、野戦砲、榴弾を主に工業閣の極射弾道で射撃し、極射砲、野戦に便利なように方針を、ある程度短くするなどした火砲は、榴弾砲、これまでのように砲丸や三段、流三段による直射、弊射砲を主に行う火砲は、カノン砲と区別して運用されるようになった。しかし、 中体副咲が開発され、火砲が、飛躍的な進化を遂げた19世紀末以降、カノン砲でも、比較的両角を取った局舎の間接射撃を行うようになり、火砲の前世紀であった20世紀中半、第二次世界大頃までは、榴弾砲は30口径前後まで、カノン砲はそれ以上と後径長、後身長で両方を大まかに区別するようになった。榴弾砲は、 同口径のカノン砲と比較して、その構造ゆえに、装薬量の少ない砲弾を多用し、単方針のため、単射程かつ低信性に劣るが、砲全体の重量ははるかに軽く仕上がりサイズも、コンパクトなた、生産性や運用性に優れ、また工業格の射撃を得意とする。なお、カノン砲が使用する砲弾も、あくまで榴弾及び戦鋭弾、遠距離射撃用の榴弾であるため、 近現代においては使用砲弾の際によって、カノン砲と榴弾砲とが区別されるわけではない。左系の96式 15cm 榴弾砲、左と89式 15cm カノン、右は、前者は、砲身の強度を上げかつ軽量に抑えられる、時期砲身採用の新鋭榴弾砲であるなど、開発年代に差があるものの第二次大戦における、 大日本帝国陸軍の主力 15cm、榴弾砲、カノンである。共に、同口径、15cm の火砲であるが、榴弾砲とカノン砲の違いとして、最大射程のみならず包丁、重量、サイズ、構造が大きく異なる、89式の、砲列放射重量は96式の2倍以上。なお、日本陸軍において、榴弾砲の略称、略字は、 頭文字を取り、竜及び、H であり、十五センチメートル竜弾法は、十五竜、十五、竜や、十五 h などと称していた。なお、カノン、カノン法は、カ及び、K。名称は十五世紀にフス派に使われた、カ法、大法を意味する、チェコ語のハウフニスを語源とする。各言語での名称は、英語、ハウィットサー、ハウィッツァー、ドイツ語、ホービゼ。 フランス語、アビジイヤイタリア語、アビス、ポーランド語、ホービカ、ロシア語、ラテン文字表記、ゴービッツである。カノン砲、リュ砲、ダンヤ砲、合計100ミリメートルクラス以下で70ミリメートルクラスが、主体の師団砲兵向け軽カノン砲の区別と住み分けが、定まった19世紀末以降、リュ砲ダンは、近代各国陸軍砲兵の主力化砲の一つとった。 二十世紀初頭の日露戦争において、日本陸軍は、海岸砲として内地に備え付けられていた二十八センチメートル砲、二十八センチメートル銃弾砲を、工場砲として転用。これは主に、旅順行為戦、大旅巡洋塞戦で、使用者戦果を挙げた。第一次世界大戦では、四段砲兵向けの野砲や軽榴弾砲とともに、軍砲兵向けの、 重榴弾砲が多用され残豪戦で、その大威力を発揮し、など、第一次大戦は、文字通り火砲中心の戦いとなった。また、イギリス陸軍は、QF4.5 インチ榴弾砲を師団砲兵に配備し、野砲である、QF18 ポンド砲と共に運用した。戦艦機には100ミリメートルクラスの、軽榴弾砲の高性能化が進み各国陸軍は、これを保有し、 さらに、ドイツ陸軍やアメリカ陸軍は、重軽榴弾砲を、従来の野砲に代わるものとして、士丸砲兵に配備し、不評士丸の火力を上げた。ソ連赤軍では、都章数、比較的長方針で工業格が取れる、新鋭砲、ML-20152mm 榴弾砲を、開発し、軍砲兵に多数を配備した。当時主流のは1 0 0 1 2 0 150mm、200mm 150、200 mm、240mm クラス。第二次世界大戦の開戦時では、戦艦機の軍事予算削減に伴い機械化された、砲兵は、どの国でも、ほとんど見られなかった。開戦後は、火力主義へと、ドクトリンが変異していき、火力の素早い集中が求められたため、多くの国で砲兵の機械化が進められた。その後軍隊の完全機械化、 自動車化を成し遂げたアメリカ陸軍とイギリス陸軍及びこれに準ずるソ連軍では、砲兵トラクター、牽引車や軍用トラックが整備され、各種加砲の牽引に活躍し、重砲もサスペンションとホイール付けゴムタイヤを装備し機動力を発揮していた。反面、ドクトリンの転換に遅れたり、国力に劣るなどしていたドイツ陸軍や日本陸軍及び他各国陸軍では、重砲 対戦車砲、降車砲などを除きはんは、軍馬牽引がメインであり、トラクター牽引重砲もソリッドゴムを巻いた木製や、鉄製のスポーク付け車輪が主流であった。第二次大戦までは、これら野戦で運用する、一般的な野戦砲としての用途のほか、工場砲、列車砲、要塞砲、海岸砲としても大口径大重量の榴弾砲が、可能砲と共に多数使用されていた。 特に超ょうどなものとしては1910年代に開発されたフランス陸軍のや M1915、1 6 4 0 0、mm、トル列車榴弾砲、列車砲、1920年代に開発された日本陸軍の姿勢4 1トル榴弾砲、要塞砲などがある。第二次大戦頃までは各国がそれぞれ独自の運用思想に基づいて後継を定めていたが、 冷戦時代にはアメリカやソビエト連邦が戦後復興中の自陣営の国に積極的に自国製加法を供与売却した上に北大西洋条約機構及びワルシャワ条約機構において加盟国間の重砲弾の規格統一が行われたため後継の整理が一気に進んだアメリカを中心とする旧西側諸国で 105mm、155mm、 203mm、8インチが、ロシア連邦を中心とする、旧東側諸国で 122mm、152mm、203mm が一般的である。20世紀後半以降、長方針の榴弾砲や、長方針の榴弾砲を搭載する、自走砲、詳細の出現により、可能砲は、野砲と共に、榴弾砲に統合された形で、 榴弾砲と農砲の区別は事実上なくなっている。これら現用の榴弾砲や自走榴弾砲の射程はほぼ2万メートルから3万メートル、最大で4万メートル超程度であり、一般的な155ミリメートル、152ミリメートル榴弾砲の後継長は39、45、あるいは52後継である。これは第二次大戦当時の分類に従えば、 可能法ということになるが、それだけ法や砲弾が強力になったと言える。21世紀現在、BM-27、BM-30 や、MLRS を筆頭とする自走ロケット法の台頭、対等、及び、対砲兵レーダーが発達した今日においても、火砲、榴弾砲、自走榴弾砲は、各国陸軍の主要戦力の一つである。第二次大戦以降の近代的な火砲は、 牽引式と自走式のいずれかとなっている。単に、流弾砲とだけ故障する場合は、牽引式と自走式の両方を含む場合もあるが、多くの場合には、牽引式だけを指しており、自走式は、自走流弾砲ないし単に、自走砲と称される。牽引式は、砲兵トラクターやトラックなど、古くは、バンバで牽引されることを前提に、また現代では、ヘリコプターや、 輸送機による空輸の利便性も考慮して、発射に関わる機能以外は極力省かれており、方針、中大気、砲が、照準装置の他には、中スと牽引用の車輪程度で構成されている。いくつかの牽引式のものには、小型のエンジンが付けられていて、低速度での自力移動が可能となっている。牽引式では、弾薬と砲兵は牽引するトラック等で運ぶ。 必要がある。陣地展開時にはこれらの準備に手間がかかるため、発射までに時間を必要とし、撤収移動時も同様となる。風雨にさらされるために戦闘効率は、気象状態や時間帯によって左右される。自走式のものは、原因式と全く異なり、走行戦闘車両と呼べるほどの外観を備え、戦車に近いか同等程度。 またはそれを上回るほどの重量の早期車両となっているものが多い。これらは特に自走榴弾砲、自走砲と呼ばれ、エンジンや操縦系統が最低限備わっており、小銃弾や砲弾の小破片程度を防ぐ軽装甲と弾子、自動球弾装置や通信装置や後方装置が備わっているものが多い。搭載する砲弾を打ち尽くさない限りは一両で、 発射に必要なすべての機能が完結して備わっており、基本的には停止した場所ですぐに発射が行え、発射後も迅速に移動できる。先進国の陸軍では、原因式に代わって自走式の普及が進んでいる。これは、大砲兵レーダーの進歩により、敵の反撃から逃れるための迅速な陣地転換が必要になったことや、軽装甲を施すことで人命の損耗を防ぎながら、 砲兵の戦闘力を比較的維持できると期待されているためである。しかしながら、アメリカ海兵隊のような海外展開時の迅速性を求める場合や、取得価格に性がある場合、空挺部隊やヘリボーン部隊、山岳部隊などのように、大重量装備の運搬に関する制約が強い、部隊に配備する場合には、牽引式が適している。以下の一覧は、牽引式のみ。 自走流弾法については自走法一覧を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。